じゃあ、前橋区の2人店ということで、今回は、大阪市美術館建設準備科学芸員の三井さんに提唱しておりまして、前橋から村田さんと八木さんにお越しいただきました。ということで、はい、よろしくお願いします。初めていい、はい、初めていいです。本日はクリスマスイブにもかかわらず、大丈夫ですか皆さんと思ってるんですけど、私は家庭とか、まあ、リア充の人は来ないだろうなと思ってから、結構皆さん来ていただいてありがとうございます。というわけで、最初に言うても一応大阪初ってことになってるんで、まずはこの2人、これまでどんな作品を作って、今回どういうものかっていうのを、話してもらって、それからちょっと前橋、八木君がそのスペースの運営もしてるんですね、キャズとも、重なる部分もあるので、その前橋の状況とかスペースのこととかを、この後話してもらってという感じになると思います。というわけで、息をつけてきたので、はい、息をつけていただいて、はじめまして、村田です。よろしくお願いします。ちょっと喋り下手なんで、ちょっと聞き苦しいところもあると思うんですけど、よろしくお願いします。何から喋っていいですかね。とりあえず三井さんとは、僕そこ喋ってそも喋るわけ。僕が美術予備校に通い出してる時に、その僕の先生、予備校の先生だった福田敦夫さんっていう、ミニマルの作品を作ってる人のギャラリーに出入りしてたら、そこに三井さんが当時ハラミジアワークってところで働いていて、そこで僕は20歳ぐらいの時に三井さんと出会い、なんかこういう面白いおっちゃんがいるんだなっていう感じで、いました。で、僕はそう、こう20歳では大学には受からず、3年間立派に予備校を卒業して、多摩美術大学ってところに入ったんですけど、多摩美術大学っていうの彫刻科っていうところは結構アカデミックな先生が多くて、人体のこう作り方はこうだとか、粘土はもっと殺せとかっていうような教え方とかしないような人たちが、当時は、今は結構、いろんな先生が入ってきて、なんかいい感じにはなってるっぽいんですけど、当時はそういう感じになっていて、なんで僕の、今の自分の美術があるのは、当時予備校でお世話になった先生たちのが、先生って言ってるけど先生じゃないんですね。なんかこう先輩でもないな、おっちゃんたちが飲み友達じゃないと、まあ、そういう人たちがで、その福田さん、コンセプトスペースをやっているミニマルな作家さんの福田敦夫さんという作家さんと、身体、体、人の形とか、当時は人の形とか身体とかを結構意識的に作ってた柳健人っていう、柳幸則さんっていう有名な作家さんの弟さんが、僕の予備校の先生で、でその2人にかなり影響を強く受けて、こういう美術って世界があるんだなと思い、作家活動をしようと決めて大学1年生になりました。とはいえどう突っ込んでいいか分かんなくなるまあどうぞ続けてください。いいですかね、はい、続けてください、はい。でなんか先生、たまに先生たちはなんかこうアカデミックな人しかいないから、どうして、面白い人たちになろうと思ったら、やっぱそれに疑問を感じてる友人たちが何人かやっぱいまして、そういう子たちと話したりディスカッションっていうほどではないんですけど、飲みながら話していろいろ作品を作っていく中で、いろいろその当時いろいろ考えて作品作ってまして、
で、2003年に、僕が初個展をすることを、それこそその予備校の一角にアートラボラトリー R3 っていう、 R2 とかでこう八木さんとか予備校生の時に、菅清志郎さんとか川口達夫さんとか、まあ、いろいろ、江野倉浩二さんとか、有名なアーティストが、ギャラリーで展示しているところがあったんですけど、予備校の辺に。その R3 っていうのを柳健二さんがギャラリーを作って、そこの個展やらないか村田っていう話を行って、で実際個展をやるってなった時に自分が何をやったらいいか全然わからない状況だったんですけど、とりあえず僕には言葉は今ベラベラ喋ってますけど、言葉のコンプレックスが結構強くて、原稿用紙にドローイングを書くっていうことをずっとしてました。で、その原稿用紙にドローイングを書いてるっていうその姿を映像に撮ろうと。で、そしたらそれがパフォーマンスっていうその一個の形になって、そこから自分が何かやろうと思ったっていうか、なってパフォーマンスになってしまった。そこから何かパフォーマンスっていうのに興味を持ち出して、今はもう、パフォーマンスを中心に制作を続けてます。で、一応ちょっと補足を入れると、その福田さんというあのアーティストの先生なんですが、その人はコンセプトスペースという、これも後でまた詳しく説明をしますが、スペースを自分で運営していました。で、多分それがルーム1なんていうの。で、ルーム2っていうのを、その高崎にある、その高崎だったかな、予備校で作って、まあでも俺が行った頃2回ぐらいしかそこ見に行ってないっていうか、ほとんど活動してなかったんですけど、でそれさらにあのルーム3だから R3、うん、そうね、そうですね、はい、さらに補足すると、うん、R3 は福田さんとは関係ない、関係ない、うん、そう。それでそこで展示した時に、あの八木さんも、僕の展覧会見に来てくれて、そこで初めて会ったりとかはいるんですけど、そこからまあ10年ぐらいは会ってない、結果10年ぐらいは会ってないんですけどっていう感じですね。その時の作品が、あれなんか自然ちゃった気づいてねえのか、ひっくり返ってきた、これどうですか、これです、うん、これ、まあ、こんな感じの作品を、こんな感じで、ね、当時はそのこれ写真はよく見えづらいですね。でもこれ辞書に辞書にボールペンでドローイングを描くっていう作品なんですけど、当時は本にして、その何も書いてない原稿用紙にインクの出ないボールペンでひたすらドローイングを書くっていうことをしてました。これがすすめ、あれすまない、あまりすまない、巻き倍速、はい、これ自分の個展の時ルーム3、いや、これは山本現代、2006年の山本現代の立ち上げの時に8倍になってる、今は、はい、ジョニー・ウォーカー来てるな、そうですね、小谷元彦、西尾康則、あとヘルマン・ニッチっていう、まさかの大御所3人の中に囲まれながらパフォーマンス、これどうやって止めるんですかすげえ早い、再生ボタンどれだろう、いや、高速、超高速で撮る、はい、人が立ってて見えない、まあ、ひたすらドローイングを描く、音が出てないですね、音が出てない、この音最高にしてたと思います、うん、まあでも、こういう感じのことを
やっていて、やっていました。で、お兄さん邪魔だよ。結構今、やってることも ほぼこんな感じなんですけど、僕からこの僕これは2006年の寒いって言ったところ3月とかそのぐらいだったかな、2006年の時でも10年前のこのパフォーマンスを見ると、ああ変わったなと、自分変わったなと思う節が結構あって、成長なのか対価なのか分かんないですけど、いろいろ更新してますね。そうなんだ、はい、変わってねえなと思ったけど、はい、声も全然違いますね。そこか。動きも全然違いますね。いや、それは物が違った気がします。普通に、うん、なんか変わる、うん、まあでもこっから僕のサッカーがでここで始まるみたいな感じですかね。本当に2005年、僕2005年の3月に大学を卒業してるんですけど、2005年の時は1回も展覧会をせず、いろいろなところに出向いてこういう作品を作ってるっていうので、引っかかったのはここと、あ、ここ山本現代ですね。山本現代が引っかかってこちら落としにやらせてもらったっていう、まさかの2人ですね。これはそう神楽坂、神楽坂の、はい、の神楽坂の国の落としだから、そうです。だから小玉は、まあ、うん、その時に三井さん見ました。三井さん見てねえよ。見かけました。あ、ごめん。あれ三井さんっぽいな。でも知らん、覚えてないだろうなと思って声かけなかったです。失礼。はい。で、このパフォーマンスは見てないですね。はい。ちょうどその時誰だっけ、氷炭の作品の小玉の、氷炭のインスタレーションで、今はなんかドローイングとか結構借りて。名前で忘れちゃって、大阪のスター、大阪のスター大阪のスターじゃないです、名前忘れちゃった。まあ、はい、まあ、名前人とがやってましたね。こんな感じで作品を作ってて、卒生ですかね。卒生、はい、まだ卒業しなかった。俺ここは卒業、もうこの作品をやり始めたのは3年生だけど、卒業、今の映像は卒業生ですね。卒業生ですね。さっき話したんですけど、はい、なんかこういうの探さない、探してみっともないの見せるなってメール書いたんだけどね。はい、ありますね。これは見えない、出ねえよ、しかも出ねえっていうパターン。わかりづらいですね。これ何？これ鉛筆を食べるっていう。ああ、口が真っ黒になって。鉛筆の芯を、HB の鉛筆をこう火にかけると、鉄分のある芯だけが残って、それをカートンの鉛筆のボックスに詰めれるだけ詰めて、ポッキーみたいにこうパリパリって開けて、パカってやって、パカって。食べ続けるっていうパフォーマンスをしていて、芯だけって売ってなくない？売ってなくない？でも焼いた方がいいんだ。暗いにしてるけど、鉛筆の芯を食べてる感じです。うちはね、で、まあそう言って、でもこう何本も食べてるとやっぱ飲み込みたくないので、うん、こうどんどん口に溜まっていって、咀嚼はしてるんで、で、ああ、飲み込んではいないわけね。飲み込んではいないですね。体に悪いんじゃねえのと思ってたけど、うん、で結局その言葉を咀嚼はできるけど飲み込めないっていう。なるほど、はい、でそこか。で口の中で喉にこう指を突っ込んだような状態になるので、うん、溜まってきて、うん、
って、吐いたよだれが媒接に導入されていくっていう。なるほど、はい、あ、それは最初からそういうつもりで。いや、たまたまです。もう、はい、僕のパフォーマンスは基本的にそのスタート地点までのイメージを結構しっかり自分の中で作っていって、うん、そこに落ちてきた事柄っていうのはどんどん更新されていくっていうことをやってます。パフォーマンスとしては正しい方、はい、美術としてはこんな感じで、で代表作がこれかな、うん、僕の代表作は代表作自分で代表作と思ってはお相撲のわかりづらいですこのバッグがめちゃくちゃ気になるんだけどこれは2年前かな、2年前にシンガポールで、シンガポールのハーパービーラーっていう、タイガーバームの会社が建てた、テーマパークでパフォーマンスしたんですけど、その映像というか画像ですね。背中で語るっていう、こういうわいせつに、自分で来たわいせつにクレヨンでドローイングをしていくっていうパフォーマンスをしてます。来た状態で背中こうやって、まあ、時々村田君って言って通じない人にこうやって村田君って言うと通じたりするからね、はい、背中に書いてるのがこんな感じで、背中に手前のは来た状態で背中こうやって、まあ、時々村田君って言って通じない人にこうやって村田君って言うと通じたりするからね、背中に書いてあります。こんな感じで、背中に。手前のは？手前のが、人の作品？僕のですね、うん、これは中国日中事典に開かないで上からボールペンでマッサージしてあげる。で、あ、こう閉じた状態で。閉じた状態で上からマッサージ。上っていうのはその表紙にドローイングしてマッサージしてあげることによって、うん、でそうガーッてやると貫通するんですけど、風通しを日中かな関係を風通しよくするっていうマッサージのパフォーマンス。説明してもらわなかった方がよかったかもしれない。、まあ、圧ですね今のは、まあ、あれ映像がない、映像は戻らないためだと一回なんか動いてるやつがあるんで、背中でちょっと音があるんです。あれ音出ない。来たよ。背中で語る。これ、2009年に、別府の混浴温泉世界の中の遠藤一郎枠のワクワク、まあ、ってるよな、ワクワクなんたらってやつに行って、うん、アパートメントやってた。で後ろに村上っていう若い、まあ、僕よりちょっと若い、当時はクラッパーっていう、料理を作りながらラップをするっていう男の子がシンセサイザーで僕の動いてたともに、音楽を教えてくれてるんですけど、言葉でないのであれですけど、その村上って、あ、それはその音をつけてくれてる。そうですね、僕は一応指揮をしてるっていうような状況を作って、うん、後ろの本当に暗くて見えないかもしれないですけど、うん、演奏してるっていう。なるほど、はい、あの指揮なのかこれ。え、指揮をしてるイメージはないですか。指揮をしてるイメージですね。これ YouTube で見れるんで、後でもし興味があれば見てください。探すと結構出てくるよね、はい、あとは何ですかね。ちなみに僕がその再会というか、はい、認識している再会はその大和現代があの東京のホテルアグネス、アートアットアグネスっていうアートフェア、ホテルアートフェアの走りだったけど、あれがすごい人が入った会があって、まあ、それで人が入りすぎてそこで終わりになったので、その時に
その並んでみんな外あの入場制限かけられてるから待ってるわけですよ。そこであのベランダ出てこうやって俺がやるとかっこ悪いんだけど、まあ、白シャツ着てクソ寒いのにクソ、クソ1月に、ね、クソ裸で、いや、あの時でもシャツ着てなかった。あ、着てた、着て、両方でやってましたね、シャツ着てる、バルーと、はい、で、ベランダでパフォーマンスを、背中のパフォーマンスさっきのやつをやっていて、で、山本源内さんに呼ばれてベランダでやってくれって言われてやったんですけど、村田くんがいたおかげでみんなそこに集中して全く作品が売れませんでしたっていう、なんかみんなパフォーマンス見ちゃって、この作品見ない でなんか人がすごかったんだよ、レールみたいな動きになっちゃったんですよね、ホテル内が。でそれで結局売れなかったって言って、なんか言われて、なるまだろう、なんか入れたもんじゃなかった。あとはなんか気になりたいところがあったら、見えないドローイングも俺買ったんですよ。ああ、500円ですね。これですね、横浜のね、横浜の、横浜トリエンナーレの、連携プログラムでバンクアートが企画した展覧会で、小さな未来都市っていうアーティストの未来都市っていうのを展覧会をアーティストの住む都市みたいなのを作る。でそこで村田くん何かやってくれて、パフォーマンスを僕はやってるので、まあまあ、街にある自動販売機になろうって。でちょうどこれ2011年の震災の年で、当時その僕は埼玉に住んでたんですけど、かなり激しく計画停電を繰り返しやられていて、真っ暗の中でご飯を食べることとかも多々あり、でそういう中で、自分が何をできるのかっていうのを考えた作品でもあります。で、この見えづらいけど、そのブラックボックスの中は、光が全く入らない作りになってまして、僕もこの紙の手触りと何のインクだかわからないものを触れながら、ドローイングを描く、5分くらいで勢いよくバババッと描くっていう作品を、で500円の音とともに始まるっていう作品をしてました。あ、じゃあ、あのこうお金入れるとカカ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 カこれでもそのさ、具体がこういうことやってたっていうのを知らずにやってる。そうなんですよね。で、やってるのがあって、まあ、なんかその、こう、状態は知ってるけど、具体的な作品は知らなかった。うん、でも、いいでしょう。うん、ただ、なんかその、似てるんだけど、その、前のトリエンナ、川本さんのやってた日に、それが出てないですか。で、でそれを見てた女の子が、僕のところに手紙を入れてくれて、うん、こういうふうに進化したんですねっていうふうに書いてっていう話がありましたけど、まあ、まあ、これはいいですよ、僕なりのやり方に。まあ、これ最終日だけあの500円か1万円かっていう、1万円を入れてくれる人が多かったんですけど、結果1万円は入らず、500円の、ね、最終日だけ安くするんだって、最終日は高くしちゃう。でも結局500円で、うん、500枚売れたので、うん、おすごいじゃん、25万円66日間で25万円、うん、一応売れた計算にはなっていて、66日間もやったの。66日はそこ立ってたわけ。はい、でもまあ一日、丸に一日経ってる日もあれば、2時間とか1時間に上がってる日もあるんで、まちまちなんですけど、まあでもその時のあぶく銭なんで、まあ1円も残らなかったっていう。まあいいや、はい、それはいいです。あのそういう話で、パートナーも知ってるんで、今パートナーの苦労を忍んでしまいました。そういう話
知ってると怒られるんで。はい。で、とかあと、あとはやっぱあれだろう、首くくりだろう。あとは、ニックドローイング。あとはちょっと変則的な展覧会も実はしていて、人間っていう展覧会をしてます。僕自身は何もやらないので、僕自身を、うまく扱ってくれといろんな作家に投げかけて、この祭壇みたいな感じは僕のインスタレーションなんですけど、あとはやることはもうこの作家に投げかけてやってます。で、これはまあ、自分の皮膚をこう型取りしてラテックスで型取りしたものなんです、ね、これは後で舞踏家に、来てもらったり、で僕自身は何もやらないから君たちが言ったこと全部聞くからってで十何人のペインターを呼んで僕の絵を描いてもらうっていう作品が出ます。一番手前にいるのはなんか今ブレブレの大山江里子さんですね。うん、大山江里子さん。うん。とかパパハネ君とか。うん、はい。が僕自身がモデルになってそれを描いてる、まあ、本気に食べさせられてるって、全裸になってこう赤羽くんが僕の股間をこう柔らかさを確かめたりとかしながら絵描いてます。それ今付けっていう。いろいろこういろいろタバースですとかね、とかいろいろ僕の知ってるいろんなタイプの絵描きに絵を描いてもらう。これがまた2週目にそのパフォーマンス、自分と同じようなパフォーマンスをしているっていう、血と骨と肉っていう宙に分けて、自分に流れているものと自分の心にあるものと自分に肉付けしたいものっていう、イメージを1週間ごとにやっていくっていう展覧会だったんですけど、これは若きくるみって京都で頑張ってる作家さん、若きさんみたいやなと思ったな。で、まあ、くるみちゃんはその100キロマラソンとか200キロマラソンとかっていうウルトラマラソンをやっていて、その感じで、走ってる汗をチューブに流して僕の持ってる筆に水を落としてそれで僕は絵を描くっていうのを習慣やってました。これはトーチカっていうトーチカと一緒に映像を作ってます。なんかでこうペンライトでこうやって、そうそうそう一緒しちゃった、まあ、って感じでやっていて、はい、あとは何ですかね、ネックじゃねえ、ネックロックでもいいけど、ネックライブ、ミスミさんですか、これは音が出ないと思う、あれなんですけど、ああ、そうか、まあ、朗読してるのね、これこういうネックライブっていう造語なんですけど、生首パフォーマンスをしてます。これは、音が出てないんであれなんですけど、僕の口の中に小さいスピーカーが入っていて、こっちの扉の辺にトイレなんですけど、そこに三瀬美月っていう詩人が朗読してる声が僕の口から流れてるっていう映像ですね。要するに、いや、自分の口から他人の音が流れるっていう。そうです。でした。はい。で、あとは、これは古典風景で、僕の、いや、目で、ガンの付き方を教わったりとか、こう首振ってる映像とかっていう、こう首上、生首だけの映像が流れてる。あ、はい、そうそう、
こっち見ないとか、はい、あのオンゴイングという吉祥寺の、はい、でやっていて、でこれが実はその14日間の展覧会 で4日間のためにこの4日間インスタレーションこれ作り上げて、僕はそのなんか上からの規制とかを与えられた時に、もう手も足も出せない、どんなに声を上げても上の人たちは全然なんか聞き入れてくれないっていう、手も足も出せない状態になって、もう俺は首の上だけで頑張るよっていう個展だったんですけど、でそれを、3日間やり続けたんですけど、それはなんか違うというふうに3日間で思い立って、上から押さえられて手も足も出せない状況になっても、そのなんていうんだろう、押さえられない状況で首の上だけで頑張るっていうのは単なるいい子ちゃんで、それをぶち破ることが俺の表現なんじゃないかっていうんで、パフォーマンスをしてすることを決めて、この1センチ1ミリの板をボールペンでぶち破ろうと、ドローイングしてぶち破っていこうっていうふうに、ラスト7日間で思い立って、ひたすら裏からドローイングを1日8時間、7日間で、57、56の感じでドローイングして、最終日の夜8時にこう穴が開きました。裏のドローイングですね、裏に重ねた、下がってきたね、重ねたドローイングが、でいろいろこう文字も書いてあるんで、3日間ボンボンとしてた時にいっぱいこう裏に自分でも見えないけどメモをしていて、でその文字がこうやって見えたりとかしてるんですけど、繋がってきた、はい、繋がってきたけど30分過ぎてるわ、もうすぐ過ぎてます、うん、早いですね。あーでこれ首くくり拓造さん、これ首くくり拓造さんっていう、首をくくり続けて50年毎日首をくくってから20年の作家さんをお呼びして、生首と首くくりっていうあのパフォーマンスイベントをやりました。武道家、武道家ですね、な感じで、で、まあ、最後に最近まあ、写真的にかなり拓造さんの比率が高いんですけど、この間あのこのくりくくり拓造さんと山川武一さんと、3人で繰り広げる化学反応だけを想像して立案して、パフォーマンスイベントを行いまして、山川さんはの作品を知ってる方も分かんないか、山川さんってね、芳名歌手でもあって、で心音、自分の心臓をコントロールして光にしたりとか音にしたりとかっていう作品を作ってる作家さんなんですけど、自分のエネルギーを解放するっていう、でいう作家さんだと自分が決めて、で拓造さんは首をくくってて生きてるか死んでるかわからないっていう境界線をこう漂ってる作家さんだと、で僕自身は生きてるけど死にそうなぐらい動くような感じで、やっているっていう、あれリモコンをどこしちゃった音が出るようにしたい、でその3人で行われる化学反応だけを想像して3人を誘いして、その舞台を1個の舞台を作り上げろと、人の生きる力みたいな、でさっきの人間っていう、展覧会の時に、実は山川さんと2人で展覧会をやっていまして、でその2人でパフォーマンスをしていて、でその時に拓造さんも見に来ていて、じゃあ今度3人でやりましょうねって言って4年越しの思いをそのパフォーマンスの展示をしたんですけど、で、1時間強ぐらいのパフォーマンスを3人で同時に行うっていう、あでもここには映像入ってないんで
写真しか入ってないので、あれで大丈夫です。今見せようと思ったところには、かなり拓蔵さんの比率しか、拓蔵さんしかほぼ写ってない写真になります。こんな感じで、まあ、僕は大谷のともにずっとパフォーマンスを首振って、まあ、首生首でパフォーマンスを作る状態ですね。なんか首だけ出すっていうところはどこから来たの？発想として。だから手も足も出せないっていう、やっぱ それだけなんですね。それだけですね、はい、首だけ出す。まあでもその腕だけ出す、首だけ出す、足だけ出すっていうのはやってるから、うん、まあその流れも一個ありますけど。あ、そうだ、腕だけで書くやつあったよね、うん、はい、それも写真で持ってきてるけど、まああれですね、後で流すと。ほぼここから拓蔵さんしか写ってないです。こんな感じで、これはあの前橋の写真家じゃない写真家に撮ってもらったやつなので、あまり見せれないんですけど、はい、まあ、公開していいのかどうかは分からない。こんな感じで、ほぼ拓蔵さんしか写ってない。僕ですね、何やってる？宙吊りです。あ、逆さまになった。で、背中で語ってるもしかして。そうですね。で、終わるっていう感じのことですね。これ、この作品を、ね、そのうちあの映像を化して、するので、なんか、まあ、興味ある方は、見てください。前橋のちょっと街中が映ってるのがあれかな、あれ、なんか、まあいいや、何かしたみたいで何かしましたね、俺ね。で、今回の作品を、はい、まあさっきあの来てた人には説明したけど自分で一応今回の作品は、90cm×90cm の板にボールペンでドローイングしたのが4枚分展示されている状態です。あれ欲しいですね。まあ、あのこっち来てから作った、はい、こっちに来て4日間、1日目でこっち側にある壁とこっち側にある壁と、あの隣になってるやつが1日目の90cm×90cm の作品で、で平面作品1点と床に置いてあるので1日2日3日で、でパフォーマンスで1日で、僕はそういう、まあ、僕は東京でずっと活動してたんですけど、ヤーギン実は2012年ぐらいに、立ち上げするときにヤギさんから、こちらを落とすのやってくれないかっていうんで声がかかって、やったらそこに今までヤギさんも10年間ぐらい会ってなかったけど、あと前橋にいるアーティストも、まあ木暮さんっていうアーティストもいるし、小野さんっていうアーティストもいるし、まあ後輩でも何人かいるアーティストが、ここでしか知らなかったものがヤーギンズってものができて、一個のコミュニティに集まるようになる姿を見て、あ、これ前橋に戻ってきても面白いことが起きるんじゃないかなと思ったんですね。ちなみにあの目でこれガンつけてる、はい、あ、これまたガンつけてるんだね、はい、睨んでるんだけど、これは木暮さんに教わった。そう、睨み方は木暮さんという人に。元暴走族のアーティストがいますね。その人アーティストに画の仕方を教わったっていうのがあれですね。映像が、映像がデータが重いですかね。
いや、地団道は写真だけなんですけどね。まあなんか、中央通りの映像が出てるから、あ、画像があるから、あ、そうかなと思うんですけど、まあ、いいや。前橋出身だけど、大学出てから ずっと東京だったってことだよね。そうですね、東京近郊にずっといて、うんうん、ちょうどフランスにレジデンスにが決まって3ヶ月間ぐらい家を空けることがになったので、家賃を振り込むのも前橋に引っ越すのも同じ、金額になっちゃったの で家にちょうど家が空き家が一軒親戚の家があったので、そこに転がり込むっていう、はい、で前橋に戻ったんですね。で今前橋でそういう自分でイベントやったり、前橋に、興味あるアーティストが来た時に何か一緒にコラボレーションみたいな形でパフォーマンスをしたり、いろいろ、前橋を拠点に活動をしています。また何か興味あることがあったら、よろしくお願いします。じゃあ A さんお願いします。はい、お聞きしますと、かなり喋れてます、これで。あの時は、うーとあーしか言わなかったかな。じゃあ、改めまして、ヤギです。よろしくお願いします。僕は村田君より10歳ぐらい上でなんですけど、僕は東京造形大学の彫刻科を卒業した後、CCA という北九州の学校に行きました。学校っていうか研究所みたいな場所なんですけど、まあ、そこを出てから前橋に戻ってきた。出身は前橋？出身は石崎っていう隣の市。ああ石崎か、はい。まあ、前橋に戻ってきて。あ、そうだ、だから群馬の中心部って書き方したの、そのためあの予備校とかはその同じ、ね、同じ予備校で、まあ、出会ったその福田さんとか柳さんに、うん、他は柳さんの格もそうですね、まあ、非常に強い影響は受けています。見えない変わりますね変わってもそんなに見えない、うん、多分まあ、基本的にお風呂の作品はみんな見てもらったと思うので、あとあれで古い映像もあるんで、他の作品を、まあ、だいたいあれであのお風呂のタイプの古いやつは見れる、はい、なので、まあ、昔のあまり出さない映像を、黒歴史、はい、黒歴史というか、まあ、はい、これがタイトルが、青い鳥、青東宿鳥の場合というタイトルについてまして、はい、青あずまやどりっていうのは、青いもので集めて鳥なんですけど、それで求愛をするっていう鳥なんですね。それでこの、まあ、蚊帳みたいのを作って青い部屋を作って、つまり鳥が青いんじゃなくて、そうですね、青いものを加えてきて、それをこうコレクションが立派なほど持てる、持てる、青のコレクションが立派と思ってる。まあ、そこに当時、まあ、今の嫁さんとなる女性というか、まあ、を呼んで、男だったらすぐやね。まあ、そこで少し過ごした後に結婚するという感じです。まあ、それで青い鳥っていうタイトルをつけたのは、鳥が青いわけじゃないんですけど、青い鳥って話の中でこう、幸せみたいのは結局自分の元にある話じゃないですか。で、まあ、メーテルリンクですね。そうですね。それで、まあ、なんか物をこの青いものにそういう求愛の、意味っていうのは、まあ、人間にはないわけですけど、まあ、ある何かのきっかけでそういう瞬間っていうのは訪れるかもしれないみたいな、まあ、物の見方っていうのはいつでも変わっていく可能性があるんじゃないか、そんな感じです。これは蚊取り線香で、まあ、コンクリートの床の上に
これは石膏を薄く敷いて、その上に、まあ、ただ蚊取り線香を置いていくっていうだけなんですけど、まあ、CCA が、エアコンとかもなくて、夏でも窓を開けて、まあ、制作しなきゃいけなくて、まあ、虫がすごい入ってくるので、まあ、そういう中で何かできるかなって。で、まあ、これもまあやっていくとどんどん虫が死んでいって、これだからあの引っ掛けるためのな何かが出てる、壁から釘が出てるから、それとまあ知ってわかんないけど、ああこう、うん、こういうセミとかそれは全部あの虫が死んでる、虫が死んでる。だからあの蚊取り線香燃やしておいていくってこと。そうです。戻らない。戻なんか戻ったよ。大きく。バツって。あ大きい。こっちか。なんか別のになったよ。はい。でまあ拡大しても、拡大してもあのデジタルカメラとかない時代なんで、まあこうやってどんどん虫が死んで、まあこれもこう普段ね日常でやってることの中にいつも実はこういう殺戮のようなものが潜んでいる、まあ、そういう時代の作品です。これ自然に燃やしただけ。まあちょっと細工してちょっと地面ギリギリで燃えるようにしたんですよ、ね、それでまあそれが取れると、まあ、だからこうあのいやこんな綺麗にさこうあ隙間空いて燃えないと思ったんだけど、まあこう隙間は大体こんな感じで空いていくんですよね。あの、まあ、ちょっとこういうなんだこういう形の隙間にここにぶら下がるような形で蚊取り線をつけて、うん、まあ、ギリギリでやっていくと自重でだんだんこう、うん、いやそうじゃないとこんなの、はい、まあ、かなり近い距離なんで下のプラスターも焦げながら燃えていくみたいな感じ。ギリギリで、はい、戻るのか。これが、佐賀町でやった作品で、懐かしい。それで基本的にははい、入り口に入ったところにロータリーとか交差点のようなものを作って、でそこにあの道路標識の案内板を作って、なんか他のグループ展の参加者が、案内標識を作っていく作品なんですけど、まあ、これ去年の越後住まいの能舞台でも、まあ、これでっかいバージョンとか言ったんですけど、まあ、この当時何を考えてたかっていうと、自分っていうものを表現するときに、なんかこうアイデンティティとか主義主張みたいなのじゃなくて、自分を表現するにはどうしたらいいかっていうのをすごい考えてて、この案内標識を書いていくと、参加者全員の名前が載ってるんだけど自分の名前だけなくなるんですよね、うん、そういう参加者、まあ、自分の名前が消えた瞬間だけなんか自分の存在が立ち上がってくるような、そういう風にして、まあ、なんか自分をなんか点のようなもので表現したいかというか、まあ、そんな感じですね。佐賀町の上がったところ、こっち、ここが、はい、なので奥がもう一つの、でもそれグループ展じゃないとできない。そうですね、グループ展ある程度人数がいないとしかもあんまり、そうですね、まあ、だそういう、まあ、やるときにあの CCA っていう場所で最初やったんですけど、 CCA っていうのがあの、いろんな海外からの作家も数多くいて、まあ、そういう中でグループ展をやれみたいな感じでなったときに、まあ、なかなかこう共通のなんかコンセプトみたいなのを使って、まあ、展覧会をやこうなんだ立ち上げていくっていうのが難しい状況の中で、そうするとなんか自分の作品がどこに置いてやどういう状況で置かれるかっていうの分かんない中で、作品を成立させるためにはどうしたらいいかっていうのも考えた上で作った作品です。であと CCA 最後の方でやったのが、どうなんですか、これが CCA のスタジオ、1人1部屋ある発行があります。6メーター ×4 メーターぐらいになる。で、
中に、まあ、ブルーシートでプールを作って、そこに島を置いて、まあ、その上で一日過ごすという作品を。ちゃんと見ると、ね、なるほど。適当に飛ばしたので、ね、なんかさっき発売したのかな。ちょっと水面注目して、あの今で再生が再生がエンターエンターこれが2001年15年くらい前自分の若いティアラ逆にだからこの本人が出すとすごくこの狭さが分かるよね。魚を離して、で釣った魚を食べる、そんなアトリエで無人島サバイバルみたいな。部屋の中で島がまあ来た
観客に振る舞ったり、結構。俺、詳しくなってるんですよ。ちょっと人を見るの。三井さんだから。まあ、これを3日間ぐらい。なんか外で飲み物売ってて、はい、餌を与えてくださいみたいな感じでこう、まあ、ビールを投げ込んでください。そうそう、俺なんか俺ビール、逆に俺ビール投げ込んだ記憶あるもらいただきました。で、いや、ヤワギンの方に移っちゃいます。もういい、こんな感じ。まあこんな感じのをぼちぼちやって、あとは風呂の、そう、風呂の作品で、まあ、ちょっとそのこう時間がさ分かんないから、流れとあと何、この風呂が何代目かぐらい。あ、そうですね。さっきの釣りのが2001年で、まあ、そのすぐ後に最初のお風呂の作品を作って、はい、それでその時1代目はただ温泉にお風呂、風呂桶をなんだこう山の中でただ温泉が湧いてるところにお風呂を持ってって、そこでお風呂に入るっていう作品だったんですけど、自然に湧いてる。はい、でなぜそれを始めたかっていう と、自分が渓流釣りとか好きで山に長いこと入ることがあって、そういう時に、まあ、お風呂入りたいなって普通に思った時に、そう、まあ、まあお風呂を作れば入れるんじゃないかなって思って、それで、まあ、入るんだったらそれ作品化できるかなと思って始めた感じなんですね。でそんなことやって、その2代目ではお風呂を沸かせるような装置を作って、で3代目にはボートになる。でこれが今展示してるのが4代目で、こんな感じになります。これもだこの中にそのこっちの、ね、ボートのパーツが入っていて、こうもうちょっと大きくなって浮力が増して、こう横にフロートをつけてバランスが取れる。でも俺が乗ったりしてるけど、まあなんか自分が持ってる自然感として、こういう人工物、こういう机とかそういった人工物っていうのもこう自然の一部、まあ人間自体が、無からものを作り出してるんじゃなくて、絶えず自然のものを加工して作り出していて、そうなった時に、まあ、なんだろう、綺麗な自然っていうのは確かにあるけど、例えばもし人間という視線が ないとしたら、なんか汚染された状況の汚いものであっても、まあ、それは自然の一部というふうに思えることもできるんじゃないかっていう、まあ、それ自体はまあ正しい判断、まあ、考えとかだとはまあ自分でも思ってないんですけど、まあ、自分はどうしてもそういうその境界線、自然にっていうのはいつでもこう人間も含まれているものっていう感覚が強いので、まあ、そういうのをいろんなところでお風呂に入ることによって なんとなくそれを並列的に並べることができるんじゃないかなっていうんで、まあ山の中であったりとか、あとは街中であったりとか、そういったところでお風呂に入っています。こうやってとりあえず、はい、説明できるのがいいかなと思います。で先ほど、村田君からも言われましたけど、2012年にヤーギンズという場所の運営を始めました。でこれが、ヤーギンズっていうのは、まあ、僕一人で運営していまして、補助金ももらわずにやっています。それで、大きく部屋が3つに分かれてまして、これが、まあ、第一展示室と呼んでないんですけど、まあ、一番手前の部屋で、ここが個展形式でいつも2ヶ月ごとに、展示を行ってまして、なので年間6本ぐらいやっています。でこの作品がスケートボードの杉本敦さんという作家さんで、まあ、今度1月またやってもらえることになっています。スケボーの人、スケボーの人で、これ山村さん、山村さんが、前橋に来ていただいて展示してもらった時に、部屋の中にこう神戸から乗ってきてくれた車を展示して、最初車のみ展示して、その後その車に、紙を、米袋、現地で調達した米袋を貼っていって、それを抜け殻のようなものを天井につけるという作品を作ってもらったんで
これが すごいこう縦になんか長く写ってない。まああのまあ、あのカメラのあれ、カメラで、ね、写真もあります、ね。まあこれでまあ外がこんな感じで通りに面してて、若ちゃんっていう駄菓子屋さんなんです。まあここもいい感じの場所なんです、ね。でまあこれが第二、まあ真ん中の部屋でマーキストーブがあって、あとこちら側は主にっていうかだいたい前橋を中心とした作家の小作品を置いておいて、ここに来たら前橋の作家の作品が常時見られるみたいな状況を作っている部屋ですね。で、まあ、奥にあの関係のファイルとか置いたりしています。さっきの、パフォーマンスを、スクリーンの前に仮設のステージみたいなのを作って、まあ、上で、パフォーマンスをやりつつ映像を流す。これ本当に、アーケードの中ですごい弁天通りっていうんですけど、なんか街が古くて昭和の感じのいい感じの場所でこれをやるととてもなんか雰囲気がいいので、まあ、こんな感じで仮設のステージの上で個人商店とか多いから夜になるとほとんど閉まっちゃうもんね。でまあ5時以降になると大体閉まってきて、で8時になると、小さい通りの明かりになるので、まあそこでたまに車も通る。そうですね。車とかこの前ステージの前をバーッと通ったりとかもしつつ、なんとなく許されているみたいな感じの、うん、なんかグレーゾーンでやってるような感じの。まあ割とこう前橋のいいところって思うな。割とこういうかまあちょっと今日なんかやるんで。すいません騒がしくしてますけどよろしくお願いしますみたいなことを言うと、ああそうみたいな感じで許してやらせてくれるっていう、まあ、そこは本当に懐が広い深いなっていう感じがして本当にいいと思います、まあ、あとこれ山村さんの時にあの 外でホルモン焼いてみんな前橋の作家が集まってきてたりとか、まあ、まあ町づくり系の人が来ていろいろ話をしてバイバイやるみたいなのを、まあ割とよくこんなことを思います。外でやるときと中でやるときの違いって何なの？まあ基本ホルモンを炭で焼くときは外で焼く。あ、炭火は そこの違いなんだ。炭火で焼くときは外で、あったかいところ。そうですね。これやっぱり夏じゃないと、まあ、まあそうです。で、大体俺が行ってやってるときは期間がなくて帰らなきゃいけないとき、日帰りのときに狙ってやってるのかなと思いますこんな感じで割とアーツ前橋のイベントであったりとかその他のイベントとかって割と人がいるときにうちにいてなんとなく二次会をやるとか、これこんな感じなんですか。あ、今さっきのやつヒゲの人が来る。あ、そうです。気分のかな。あの睨み方を この左側の後ろ姿とか木村さんって元ゴーストです。感動しちゃった。そんなこともそうしてそこそこそんな言っちゃっていいの、まあ、で、あそっか白川さんっていうこの吉尾さんって、まあ、白川さん、はい、前橋で中心的に、はい、福住さん割と、うん、割と森美には行ったことないけど森美を先に見に行きたい。あ、これですね、平川さん。あ、これ福住さん若いですね。で、これ、たまに誰かがアワビを持ってきて食べるとか、あとこの時がアーツ前橋で、すごい海外からすごいビッグな人を呼んでシンポジウムをやるっていう日だったんですけど、関東が記録的な大雪に見舞われて結局それもほとんど開けないような状態になった時に、まあ、ヤギンズはアーケードの中にあるんでみんな避難してきて、ここで Wi-Fi しかない。すごい人だ、ね。そうなんです。すごい人ばっかりです。がゾンさんとか。ああ、ゾンさん、はい。テリアユーキュン。ああ、そうか。まあ前はしたテリアユーキュンが、はい、まあできる前にあれしてたんで、ね、レジデンスしたんです。そうですね。でその時にあの震災が起こって、だその震災のことを、ね、元にした作品っていうのを置いてあるので、あの前橋に。
まあ、まだです。多分、またけさんはみんな知らないあとは、まあ、僕が、そう、まあ、山菜とか菜の花を取ってきて、料理を、料理ですね、はい、僕が作って、まあ、これはあの薪ストーブがあるんで、その上でダッチオーブで、ホルモンだけ入れて、ホルモンの話だってあれ、そういう話は、アートの話だそういう話は、まあ、そういうことがあると、なんかこう人が集まってきて、なんとなくコミュニケーションが生まれるじゃん。これがあれです。スーちゃんに来ました。あのアートスケープかっていう、はい、大日本印刷がやってるウェブサイトで、あの阿津前橋の館長住友さんがこの辺のこういうことをすることの、あの意味とかもこういい感じで語ってたりとか。で、このアーティストの木村高人さんで、もう鹿肉を持ってきてくれるっていうのを鹿刺しを食べる。もしかして俺外れの、まあ、こんな感じのことをやって、まあなんとなく、まあ、アートだけじゃなくて、まあ、コミュニケーションを生むような感じの場所でもあります。これでもその前の歴史ぐらいわかる。白川さんも言うならしよう。そうですね。あのヤーマンのことも。まああのちなみにそのアーツ前橋があっていうのが出てきて分かると思うんですけど、前橋市のあのまあ市街地の割と中心部に位置するんですけど、はちょっとその一つ向こうのアーケードは結構まだ賑わってる感じがあるんだけど、で僕はあの なぜヤーギンズかっていうと、もともと山本くんがやってるこのヤーマンズっていうカフェアンドギャラリーだったんですね。そこで僕がそこを引き継いでヤーギンなんでヤーギン、まあここの場所自体は多分 NPO なんてフォーラムっていうか、うん、あぜ NPO フォーラムがあって、まあ、そこの時の関係で、まあ、前橋でやるってことになった時に、ちょっと前橋にもこんな感じの場所が欲しいんじゃないかっていうんで、これをやって、なんとなく、まあ、アートだけじゃなくて、まあ、コミュニケーションを生むような感じの場所でもあります。これでもその前の歴史ぐらい、よく白川さんも言うならしよう。そうですね、あのヤーマンのこともあのちなみにそのアーツ前橋があっていうのが出てきて分かると思うんですけど、前橋市 の, あの、まあ、市街地の割と中心部に位置するんですけど、ちょっとその一つ向こうのアーケードは結構まだ賑わってる感じがあるんだけど、で僕はあの なぜヤーギンズかっていうと、もともと山本くんがやってるこのヤーマンズっていうカフェアンドギャラリー、そこで僕がそこを引き継いでヤーギなんでヤーギ、まあここの場所自体は多分 NPO なんてフォーラムっていうか、うん、あぜ NPO フォーラムってがあって、まあ、そこの時の関係で、まあ、前橋でやるってことになった時に、ちょっと前橋にもこんな感じの場所が欲しいんじゃないかっていうんで、これはもう NPO なんてフォーラムっていうか、うん、あぜ NPO フォーラムがあって、まあ、そこの時の関係で、まあ、前橋でやるってことになった時に、ちょっと前橋にもこんな感じの場所が欲しいんじゃないかっていうんで、これ山本くんが始めた場所だったんです、ね。まあ、その時はあの手前のこっち側の、今いるところしか展示スペースがなくて、まあ、この部屋よりもこの辺の半分ぐらいのスペースがないような、あれ、ヤーマンズの時は運営としては、はい、商店っていう扱い、カフェなんか、ね、まあまあ、そうですね、条件上通してカフェとして、うん、で、あのちょっと先ほど配った資料に、前橋の、地図がありまして、うん、その位置関係とか、まあ、前橋っていうのがどこみたいなのもあるんですけど、まずね、まず思
前ら前橋って当たり前に言ってるけど、前橋ってどこなんだよっていうのは、多分関西の人には群馬で一番にも分かんないですよね、はい、そもそも県庁所在地だってことは知られているかどうかも、うん、なので、まあ、東京から100キロほど離れてまして、で高崎っていうのが割とこう新幹線も通って便もいいんですけど、前橋ってのはそこからちょっと何駅か離れてまして、なんか変な距離感がある場所なんですよ。なんか分かります。4駅やな、5駅富山市ができたから。ちょっとだから山口に、合併前の山口に近いかな、地域と小郡市の方がでかかったみたいな。今でも山口駅行くんでえらい大変なんで、小郡と新山口で新幹線降りてから、やっぱりまあ山口もはるかに前橋も遠いですけれども。それで前橋には、僕のところが2012年にできて、アーツ前橋が2013年できたんですね。それでアーツ前橋自体がこう、なんだろう、美術館としてはこうただこう展示室に作品を並べますみたいな場所ではなくて、非常にこう外に向かって街の中でいろんなイベントだとか、そういったことも外に向かってかなり頑張ってやってる場所で、まあ最近求められている美術館の正しい姿をなんとなくこう目指しているんじゃないかなと僕は思って、まあそういう中でこう街中で僕たちがやってるところとも連携してるわけではないんですけど、なんかいい距離感を持ちながらやってる感じなんです。それでなんで進んじゃうんでしょう。4、5って書いて、4番か、4番って書いてあるところが、あ、そうですね、これがアーツ前橋で、ヤルギンズってここなんですよ。で、まあ、この距離感が大体7、8分、歩いて7、8分ぐらいの場所で、先ほど村田くんが、パフォーマンスを行ったレンガ村っていうのがここ、まあ、ヤルギンズとレンガ村で最も離れてて、まあでも20分とか、まあ徒歩圏内で。分かんないですね。レンガ村まで。そうか、これが駅がその表現されてるから。そう、駅はもうちょっとこっちになっちゃう。前橋駅からアーツ前橋まででも15分ぐらいかな。欅並み、関西で高橋京太さんがライトアップしたりとかしてるんです。今もう今年やってないのかな。やってます。やってるんです。京太さんのやつが。で、まあ他に前橋ワークスっていう先ほど話が出てきた日暮さんとかが運営してる、ここはシェアアトリエの方。まあ、そこでも展示とかやっていたり、あとはマップっていう、市民ギャラリーを僕も関わって、ただでアーティストに貸すっていうスペースを運営を NPO を立ち上げてやってまして、まあ、そういったものがこのアーツ前橋から徒歩圏内にあって、僕が頑張りましたね。まあ、あ、やっぱさ、ワークスとかできたのいつの？ワークスはその後ですよ、2013年とか、やっぱ7月とかです。なんところ、メンバーとしては前からやってるまあ、キグレ君がいるせいかもしれないけど、そうです。ちなみにそのキグレさんって人は、さっき言ったその白川さんのこう前橋での活動記録とかも撮ってたりして、割とその写真家としても忙しい。最初実は、その3人でやろうかって話しちゃったんだけど、金額の3人か、そのもう一人オーダーさんっていうサウンドのアーティストがいて、まあ、ちょっと年齢上なんでどうかなと思ったので、その4人とか3人でやろうかって言ってたんだけど、まあちょっと難しいと、時期的に忙しくて無理ですということで、まあじゃあ2人展でやるんだったらがっつりお互いの作品見せようねっていうような感じでだよね。はい。ですね。はい。で、まあマップっていう、こうやって今ちょっと来てる内田さんとかが展示とかして、で、あとまあこれがとある日のイベントのマップの情報なんですけど、まあ、これだけのものが同時多発的に起こる状況っていうのが、まあ、生まれるような、まあ、そう作りやすい。そうですね。なのでまあなんかこれだけの、まあ、どれもクオリティが高いと思うので、本当にこれだけのものが同時に何か知らないけど起きてしまう前橋みたいな状況っていうのはあるかな。ね、そう、まあ、
僕が方にも書いたけども昔その群馬にいたのが92年から6年までとそれから99年から2002年の3月までっていう7年ぐらいいたんですけどその時に こんな前橋で現代美術のこう花が咲くなんて思ってもいなかった多分美術館の話が出たのその後そうですね なんかで前橋の画廊水蘭さんかな行った時にその水蘭という、まあ、昔から老舗の画廊なんか現代美術やってる画廊があってそこに行った時にそんな話が出てるんだよっていうのをだいぶ経ってから聞かされてるから多分2000僕そのメンバーでまずその、うん、あの梅津さんと同じワークショップメンバーだったんですけど、まあ、美術館のためのワークショップとかしてそれで三井さんに話聞こうって言ったら反対してたわけだな近くから学芸三井さんいいんじゃないかなって梅津さんが言ってたんですけど、うん、みんないや、八木君がやめてましたいやいや、僕はそんなにその頃は三井さんのことご存知あげてなくてご存知あげてご存知あげてご存知あげてまあ、いやでも本当設備としては要するに高崎にはその県立近代美術館もあってそれから高崎市美術館っていうのがあってどっちも現代美術は、まあ、やることをやるわけですよであと昔はあと高崎市が持ってシティギャラリーっていうところでも何かやったりとかでだからその設備としてはどっちかっていうと高崎で、で前橋はまあそのもちろんその美術北関東造形美術学校があってそこに、まあ、ギャラリーっていうか美術館っていう名前で施設があったりとかはしたんだけれどもなんかそれもなんとなくこううやむやになっちゃったりとか ね、そこでその白川さんっていう人は先生をしてたんで前橋にでもあることはあったんだけどなんとなくその中心部のイメージがなかったんですけどね本当にここに来てまあこのここら辺、前橋文化研究所っていう、ここがその2001年ぐらいに白川さんと柳さんっていうアーティストが中心になって立ち上げた場所なんですけど、まあ、そこで僕とか村田君はだいぶ作品の発表をしたりしてたんですよ。で、まあ、そこがなんかちょっとしたことでなんか管理人みたいな人が置いた時にちょっと。うまくいかなくなってちょっとそこを場所を離れちゃってっていう時期があったんですけどまあ僕さっき言ったみたいに前橋でアートがあってはやっぱり非常に思っててなんだろうお風呂の作品を始めた時になんかまあもう東京で展示とかってできないだろうできないっていうかまあそういう中でこういう、まあ、文化研究所でやったりした時に思ったのがやっぱりなんか場所だけあってもなかなか機能していかないっていうか場所がそういう時に、まあ、どうしたらいいんだろうみたいな時考えた時に、まあ、集まり場所ができるっていう状況となんだろうそのヤーマンズがなくなっちゃうっていう状況が、まあ、同時に起こって、まあ、アーツができるってなった時にヤーマンズがなくなるっていう状況が生まれて、まあ、そういうだとちょっと寂しいというか、まあ、その機能街の中に機能を持ったアートの場所を作っていく必要があるかなと思ってヤーギンズを立ち上げたという状況ですね。で、まあ、ヤーギンズのような企画でやってる場所もある一方でやっぱりもっと自由に発表する場所っても必要じゃないかっていうんで、まあ、そのマップっていう前橋名前をギャラリーの名前を前橋市民ギャラリーっていう勝手に名前をつけちゃって運営してるんですけど、まあ、そういうところで若い人もやっていったりそのシェアアトリエもあったりするといろいろな街の中でアートの役割を、まあ、それぞれの違う役割を持ったアートの場所が存在してくるとなんとなくこう街の中に面上にこう広がっていってなんとなくアートが街の中で生きていく可能性があるかもしれないなぐらいは思える、まあ、必要なのかどうかはよく分かんないですけど、まあ、そう思える状況っていうのは生まれてきつつあるのかなと思います。まあ、ちょっと、まあ、言うても前橋なかなか皆さんに聞く機会もないので補足すると、まあ、一つアーツ前橋で生きる契機としてはやっぱりその
あの、ま、あの実は群馬県って一人当たりの車の保有台数が日本一、一世帯当たりのか日本一なんですよ。だから例えばどっか の, であのちょっと郊外のレストラン行ってもう駐車場ブワーッとほとんど埋まってるって言って入ったらガラガラ、つまり一人一台で行ってるからみんなあの乗り合わせていくって発想がないんで、ね、A から B までみんな移動するのに全員自分の車で行く。だからあのそういうところなんで、あの中心部 の, その空洞化っていうのは結構 はっきりと進んでいて、だからさっき の, あ の, その八木さんあるところもあのなんていうんですか、その中心部すごい一等地か一等地なんだけれども、まあ、かなりそのシャッターストリートにはなってないんだけれど もうそんなにそのなんかこう賑わってますっていう感じじゃなくて、でその手前の方にそのワークスなんかあるところもその同じそのずっとこう長いあのアーケードが、名前は違うんですけどアーケードになってるんだけど、そこもまあそんなにそのスズランって大きなデパートがあの一応、まあ、今でもあ あることはあるんだけれども、まあ、そこもあの常にどうなんていうのが話題になる、その経営がやばいっていう。大阪を想像すると全然全く想像できないぐらいの多分10分の1、100分の1ぐらいの人しか多分歩いてないような状況ですよね。夕方行ったら本当だから、僕がギリギリよく東京行ってから暑いって、その後に八木に着く、でその前にあのワークスの前通って行くんだけれども、6時ぐらいだともうほとんどなんかこう、まあ、というかずっとした人が歩いて、昼日曜の昼間でも子供がサッカーとかやってたりしますけど、アーケードとかそうそうそれがまもだよな、まあそんなぐらいの場所なんです、うん、だからアーツ前橋自体もあの西武系のデパートの、 あの、うん、出た後なんですよ。それをリノベーションして、だからあれは一から作ってるんじゃなくてリノベーションで、しかもその、 あの写真なんかでその単体の建物みたいにバーンって、うん、あの建築雑誌ではそのメインのそのファサードのとか出てるんだけど、実際にほぼあのなんて立体抽象の一部みたいに見えるだからかなりその状況が違う中 で、まあ、逆にそういう意味でその求心性をその都市が失った中で、あの技術によってその求心性がある程度生まれてるっていうところはもう面白いなと思うし、まあ、アーツ前橋についてはそのコンセプト、3つのコンセプトっていうのがあるので、これはもうホームページの一番最初にだけつなぐ創造的であること、対話すること、なんだっけ、ダイアローグとクリエイティブと、なんか3つあるんですよ、もう1つ参加することだから、なんかあの要するにあのただ絵を着て入りに来なさいじゃなくて、こうどんどん自分たちが外出ていきますよ。で学芸員もその三井はその反対されたらしいんですけど、あの住友という人が館長で、あのキャズでは喋ったことないのかないね、あの、まあ、大阪にもでなんかあのトークとかしたこともある人なんですが、あの僕よりも若いな、確か僕と同いです、ね、あじゃあ館長がそれなんで、みんなあの学芸もすごく若くてものすごい積極的なので、うん、あのなかなかちょっとだからその関西とはやっぱりかなりこう美術館って言っても雰囲気が違うかなっていう気がします。みんな若いから学芸員の人たちもあって、アーティストも若いというか八木さんと同じとかぐらいまでなんで、なんか普通にこういうなんていうの、友達ではないですけど、まあこう仲良く喋れるような関係性みたいなのがあるから、なんか学院が街歩いててみんなから挨拶されるみたいな、うん、そういう雰囲気が本当にいいんじゃないかな、なかなか、はい、いや僕は挨拶するんですよ僕は学院じゃない、前橋の学院じゃない、そうですね、あのそうですね、みんな隠れてされてましたねなんかまあまあ、もともとからあのカタログに書きましたけど、群馬全体で考えると、非常に政治的に言うと、まあ、総理大臣何人も出てる、それから農業が盛んだっていうことが分かっていたの、まあ、自民党国なわけですよ、すごく保守王国とか言われて、僕が群馬にいる間も一回その自民党がかなりその議席を減らしたことがあるんですよ。で 全国版見るとあのなんか政界再編とか書いてあるんだけど、あの地元版とか地方の新聞見ると特集が自民党圧勝の陰でって書いてある。
だからそこ群馬だけはもうものすごいその保守層が固いみたいなことが書いてあったとかするんですが、ただその作家をちゃんと育てるシステムとしては割とその民間もそうだし、高校的なものとしても、群馬県立女子大とか、まあ、もう作家をやっ今それこそ白川さんは県立女子大の先生とか、県立の大学にその美術の部門があったり、今女子大でもなくなったのか、あったりとか、その話をしないと。で、あとその、さっきのその漂流してる作品を僕が初めて見たのは、それ の, ビデオバージョンというかな、本人がやってるんですよ、あの映像をさらに、なんかそれぞれ、ね、乗ってた島みたいのを、まあ、映像台のようにしたインスタレーションとか、ちっちゃいプール、これぐらいのプールの作品を僕が初めて見たのは、それ の, ビデオバージョンというかな、本人がやってるんですよ、あの映像をさらに、なんかそれぞれ、ね、乗ってた島みたいのを、まあ、映像台のようにしたインスタレーションとか、ちっちゃいプール、これぐらいのプール作って、その上にこう自分がやってるあれをモニター、テレビに載せてこう見せるって、僕も爆笑した記憶がありますけど、あれみたいな。で、それ出してたのが青年ビエンナーレっていう展覧会なんですが、それもだから群馬研究ができた時に青年展っていう形で始まってるのかな。で、ある時にビエンナーレが2年に一遍にはするんですけれども、でさらにその彼の作品が出た時が公募、普通そういう群馬っていう冠ぶりつけてるから、なんつうんですか、なんか歌詞になってる、大丈夫、まあ、これ海藻風景、海藻風景、なんだ、群馬の出身とか群馬に働いてたり住んでたりしなきゃダメとかっていう縛りがあったんです。で、それがある時に2001年からかスパッと取ってしまって、全国公募にして、でただ全国公募にしても注目されないから審査員で慣れ人も呼んできたりとか、そういうその後、まあ関西で原久子さんが呼ばれた時もあるし、木下さんの時もあるし、そういうふうにその審査員を結構すごい人呼んできて、全国から募集を集めるっていうので、まあ初期の入選者の中には田中幸喜とか、ベンチャーズだったりも、僕の一緒の時は田中幸喜、そういうのがあって、まあだからそういう意味で言うと作家としては全くこう希望がないってわけでもないけれども、まあ、意外と群馬の人は通ってないですけどね、うん、青年、青年宮台、今はだから全国公募になったからハードルが上がっちゃって、でもそのまだ全国公募する前の時も招待部門っていうのを作ってて、で結構渋い作家とか、まだだからそんなに有名になる前に奈良義朝もやってたし、その前が住間のわかりますけど、名古屋の美術手帳で一回表紙になってますけれども、スミマロっていう人がその自分の気に入った女子高生の、セーラー服着た女子高生のブワーって何十枚っていうのをダーッて並べて展示したりとか、だから割とそういう意味では なんだろう、その単にその地元のなんかこうヒエラルキーっていうか、そういうものの中でこう月頭化するのではない方向で作家を育てるシステムっていうのはあったのかなと思うんですけど、まあ育てられてねえよって思うかもしれません。いや、でもなんだろう、その60年代に、山田画廊とかあって、うん、そこもアーティストランスペースみたいなところで、まあ割と群馬の歴史の中でこうアーティストランスペースっていうのが常にあるような状況っていうのが割とあって、まあ、そういうのをやっぱり、まあ僕とか福田さんの影響が強いんですけど、やっぱりそういう土台、ちょうど出たよ、これ加藤明さん、はい、まあ、この人がノモグループっていう、まあ、60年代前衛芸術運動の中で、まあ、群馬にあったノモグループっていう人グループの作家さんなんですけど、まあ、それで先ほどの北関東にもこう白川さんの関わった美術館ができたりとか、あと、まあ、その文化研究所であったりとか、まあ、なので下地としてはみんなあまり
アート業界に関して言えば、なんかあまりお上に頼らないで、なんとかしようぜみたいな雰囲気っていうのはもともとあったんですよ。で、これが杉上さん。だから、その神の側というか、河野側もだから、そういうところとあの全然別にやるんじゃなくて、こう、つながっていこうって感じで、もうちょっと面白いっちゃ、かなり面白い土柄ではあると思うんですよ。まあ、その要するに地方美術運動って60年代いっぱいあったものの一つではあるんですけれども、うん、ここでもうだいぶ十何年前に展示した諫早さんっていう人が最初はこう割と権威にしてて、諫早さん自体も美術館を、うん、亡くなっちゃったんで、やめちゃったから、まあまあ、僕がちょうど群馬行った頃に、その諫早さんって人は、日銀の高卒で日銀の社員になったよね、確かね、の人なので、いろんなところ大阪 の淀屋橋にあるあそこに勤めてることもあるし、そういう方なんですけれども、自分で作品を作りながら、まあ、それなりにお金もあるんでコレクションもされていて、でそれをこう見せる予約制の、まあ、自分の家のコレクションを、まあ、電話かけて見せてって言ったら、こうちゃんと説明しながら見せるっていう場所を作ったりとか、それも前橋の、まあ、そんな遠くない、ですから歩ける。いや、行ったことない。行ったことない。俺も美術館としては行ったことなくて、まあ、その諫早さんというと、だいぶ前に亡くなってしまったんですけども、家にはその弔問に行ったりとかしてるんでしてるだけなんだけど、割と、なんだろう、こう今、にょんこ、今その、外から、外に出て、見ても、歴史を見ても面白いし、うん、まあ、その白川さん、この白川さんと僕はまあ、柳さんその書くの最初思ってたんだけど、すっかり忘れてて、柳さんごめんなさいなんだけど、でもそのなぜその白川さんと福田さんってその2人のアーティスト特に名前を挙げるかっていうと、でも2人とも要するにその展覧会を企画するっていうことと、それからその、まあ展まあ、場所を持つというかな、そういうことをやってた。だからこれすごく特に八木さんなんかは影響あるのかなと思って、コンセプトスペースでもともと渋川市というその僕が行った原ミュージアムアートのあるところにあるのをその福田さんという人が始めて、でその後で渋川町現代彫刻トリエナル、野外彫刻って、なんかうまくね渋川市をねこうなんていうか黙らかしてというか乗せて、それで結構すごい人を呼んだりとか、イエオペとか、はい、アンジュレッチャーとかその辺のコンセプチュアルな作家を呼んできて、野外展をやったりとかっていうことをしてたし、まあその今でもその福田さんは好き者たちとかそういうそのシリーズのグループ展っていうのをずっと継続的にやったりし、白川さんも場所群馬っていう名前で展覧会やったりしてます。そろそろ質問タイムとかよろしいでしょうか。ちょっとできつけましょう。質問に入っていい、それともなんかもう言いたいこと。いや、大丈夫です。皆さん、はい、コンセプトという言葉が出てきて、3つあると、想像することを会話することです。あ、会話する、ダイアローグです。ダイアローグ、対話です。対話、そうそう、だからクリエイティブダイアローグ、対話ですか。対話、はい、でもそれでもいや、お聞きしたいのはそのコンセプトというのは、はい、日本語にすると何なのかなと思って、心ではその観客に求める心得という意味ですか。そのここではって言われると、それは我々のことではないので、いや、アーツ前橋さんの話なんで、我々アーツ前橋じゃないので、そこの部分をアーツ前橋聞いていただきたいという部分はあるんですけど、コンセプトという言葉は、もともと概念というんですよね、うん、でだけどもほとんどの場合、なんだろう、ミッションに近いな、そのこういう考え方、基本となる考え方、基
基本的考え方、基本だからその美術館を運営するにあたって、うん、あの基本となる考え方っていう風なぐらいの意味で捉えてもらうと思います。だからその客に求める心得では多分ないと思います。それは聞いてもらうんだけど、お客さんにも対するメッセージはあるんですけれども、あの私たちはこういう考えでやってるから参加してくださいみたいな意味ではないかと思います。基本的な考え方、うんうん、考え方ですか。あ、でもよろしいでしょうか。他に大体終わったら決まってる、まあ、いや、まあ誰かもしれない、まあ、どうぞ、はい、お話ありがとうございます。まあ、とても貴重というか、あの地方のアートにおける苦悩というか、あの僕、まあ、群馬というか前橋というか、あ、まあなんとなくネットとかで聞く感じでは、まあ言えば東京に、まあ、感じとしては、ね、関西から近いようなイメージもあるし、で、まあ、白川さんとか、まあ、本結構書いてらっしゃったり、まあ、よく、まあ、ネットでもね、あのアーツマヤ橋のことを結構聞いたりするので、すごくそういうやっぱり活発な場所なんだなと思ってたんだけれども、今日ちょっとなんか聞くと、なんそんなに楽観できるような場所ではなくて、やっぱり地方の苦悩というか、で、まあ、大阪とちょっと比べてらっしゃったんですけれども、大阪もそんな楽観できるような場所ではないと僕は思うんですけど、その次まあまだ人は多いんですけど、やっぱり美術とかアートとかになるとなかなかみたいなのもあって、で、やっぱり地方というか、今までそういう東京極集中という感じがすごくやっぱね、アートなんかにも他も政治経済でもそうだとは思うんですが、まああって、でもやっぱりすごく時代が変わっていくうちに、まあ地方っていうか、中央っていうか、まあ東京がね力が弱くなるというかっていう流れの中で、やっぱり地方がどう、まあ、自立っていうとはちょっと大げさかもしれないんですけれども、うん、まあその、まあ、自立のあり方っていうの。で、前ちょっとその岡山でその美術展があったんですけれども、結構すごくあまり期待はしてなくて、行くと結構よくて、あ、でもこの、まあ、大阪言えばちょっと岡山っていう少しちょっとね、まあ、あそこは結構ね美術では盛んな盛んなんですけれども、まあでもあんなぐらいのこともできるのかなっていうのすごく関心し、まあちょっと上くなり、あのすごいいいなと思ったので、だから地方でもできることっていうのがすごくああいうので見えてくるので、やっぱりまあ大阪でも、まあ群馬でもっていうことだと思うんですが、そういう可能性っていうのはまあいろいろあるのかなというふうにすごく思ったので、まあちょっと今の感想みたいな感じになっちゃうんですけれども、まあずっとねそういう、アーティストランにね活動していらっしゃってて、なんかその方向性、まあ今もちょっと方向性みたいなことを話してらっしゃったとは思うんですが、どう展開するの、まあなんかね今オリンピックやどうだらですごくあの政府が地方にすごいばらまいてるっていうのをよく聞いてくるんですけど、なんかそのオリンピック以後のことの状況なんていうのはどういうふうに見据えてらっしゃるかなっていうふうにちょっと思ってましたんですけども、ちょっと大きくなりました。基本的にあの補助金をもらって やってないので、あのマップというスペースはあの市の補助金をもらってやってる分やってるんですけど、基本的にヤーギンズに関しては補助金をもらってやってないので、まあ、展望というよりも僕がどこまで持ちこたえられるかと、そんなぐらいの感じで、本当になんだあのさっきの改装のやつとかもちょっと流しましたけど、自分で一人で改装して一人で運営しているので、まあ、展望というよりは本当にどこまで痩せ我慢までいくかっていうぐらいの感じなんですけど、まあ、結局そうなるのかなと僕もね、やっぱりいろいろこう援助というか補助金ついたとしても切られたというのもありですし、まあ、逆に言うと できること補助金がないから逆に続けていける可能性もあるのかなって、うん、もう NPO ではない、ヤギズに関してはもう完全に個人、私ではなくて、はい、でその MAP っていうその若い人に無料で貸し出すっていうスペースは NPO で運営をしてる。あんまりそれってさ、その大きなイベントを
やりますって感じじゃないよね、前橋。そうですね。むしろ、だからその、もう、その各の、そういう、あの、美術館としてはかなりその、斬新というか、まあ、今さっきから言った通り、今求められている美術感想っていうのは近いのかもしれないですけども、そういうその、単にそのコレクションを集めて、はい、これを見せますじゃなくて、いろんなことに関わっていくっていう美術館を作って、そこにお金、まあ、そこもまあそのこのあと直営から変わるとか、多分あると思うんですけど、どうするかっていうのもあると思うんですが、そういうのわりにその、なんかその、イベント的なものって、あんまり今までもそんなにやってない気がするんですけど、ね、まあ、でっかいイベントっていうのはあれですね、うん、ただ、小さいイベントっていうのはかなり頻繁に行われてて、うん、まあ、ほとんど毎週末に今だと、なんかこう、レクチャーのようなものって、ほとんど毎週末のようになって、逆にいる僕たちですら追っていけないぐらいの、で、それはアーツで。アーツと、まあ、そこにプラスアルファで僕たちのイベントも入ってくるので、そうするとかなりの頻度でイベントが繰り返して、逆にだからその行政が温度を取ってお金出してって、その例えば多分言ってたのは芸術交流のことだと、岡山芸術交流、はい、あれなんかだからまあその市だって感じね、市が、ね、芸術、うん、温度の方は県がやって、芸術交流の方は市がやって、あのお金を出して、でまあ実際にはどっかギャラリー高さんのとこじゃなくて、なんか東京のギャラリーに頼んでるから、うん、そこの海外の作家が入ってきてるんで、逆に言ったら、うん、あの実はさっきの話と、まあまあそうですね、矛盾もあるんだけどね、東京のものも、ね、もうだから東京経由でその、うん、あの国際的な作家も入ってるんで、あの、まあまあ、その新あの岡山でやってるっていうイメージよりもちょっと多分いい期待してなくてるのかなとあると思うんですけども、まあ、そういう感じじゃない、なんか外から見たら、そうでも45デイとかのあれとか、そう、なんだろう、トップダウンでこう広がっていくんじゃなくて、その一応前橋市もそういうイベントみたいなの やるんですけど、イベントをやりますって言ったところにこう小さい団体がなんか集まって、まあ、45日間で45個のイベントをやるみたいな、そういうイベントを前橋がやったりしてるんですよね。そういう意味だと民間の使い方うまいっていうか、まあ、逆に言うとそれだけのセクトがあるっていうことかな、うん、だし、まあ、それに関して言えばアートだけじゃないイベントなので、うん、まあ、街全体のイベントって感じで、アートもできるけど、はい、うん、あとちょっとだけ話がずれちゃうんですけど、うん、あと1個だけね1個だけ、まあ、作品のことで聞きたいなと思って、で、まあ、特に八木さんなんですけれども、まあまあ、前回オープニングも、はい、あの参加させて、まあ、あのパフォーマンスもしてて、で、まあ、見てていろいろ考えてたんですけど、その、まあ、お風呂というか、で、そのやる場所で、まあ、ここでも多分映ってるんで、今日話したその、沢釣りでしたっけ、渓流釣りで、まあ、そのまあ、お風呂があったらっていう話があったんですけど、その、まあ、その自然と人工の話を結びつくんですが、その、うん、まあ、いわゆる自然の中でやる行為と、じゃあ街中都市部っていうのの中でやる行為っていうのは八木さんの中ではどう違うのか、あるのかないのかっていうのをちょっと聞きたい。そう、まあ、街、基本的には僕はやるときにはそれを並列、何かその優位をつけるとかじゃなく並列に見せるっていうのを意識してはやってるんですけど、ただまあ街中でやったりするときはいつも何かしらこう、なんだ、歴史的なことをある程度踏まえてその街が持ってる歴史性とかっていうのを考えつつっていうのは結構多いです。うん、の方が見えやすいので、まあ、僕が勝手にあれですよね、これは勝手に思ってるだけなんですけれども、すごくこの作品は街中でやる方が意味がすごく見えやすいんじゃないのかなってちょっと思ってて、で、八木さんのその過去のずっとこの作品も見せてもらって、で、なんかアイデンティティのことについて少し話してたので、何かこう自分の居場所を見つけるような行為に近いのかなってすごく思ってて、その魚釣り、まあ、釣りをするっていうことも、はい、まあ、自分の趣味の延長のような感じも、お風呂入るっていうのも、まあ、まさにそうだと思う。延長なくて趣味そのまあそうだと思う。でもその
ただボート利用するだけではなく、まあ、場所を変えて文脈を変えてっていうことで、あのやってるっていうふうにすごく感じたので、だったらすごくその街中で都会っていう文脈の中でやる方が意味としては強く出るのかっていうのを思って、ね、ちょっと思ったのはこれ僕ちょっと勉強してたことがあって、ウリチコのホームレスビーグルっていうのがあるんですけど、あ、はい、まああれはねホームレスのために、はい、まあ宿というか宿みたいな、なんか、シェルターですね。でその言えばその人口と自然の対比って実はそのオープニングの飲み会の時に僕聞かされて実はすごく気になっててずっとぐるぐるしてたんですけれども、なんかその人口っていうのがあのちょっと見方を変えれば所有っていう意味でもあの取られるのかなっていうふうにちょっと思ってて、所有関係はね、誰かの所有の中で人口っていうものはあのというふうに指す言葉としてあのとしても使えるんじゃない、意味としてもあるんじゃないのかなっていうんですね。まあ都市っていうものはある意味誰かしらの所有物のものとして、置かれてる。でまあそういう、まあ、経済の論理で、まあ、線引きされている中で、あのそのまあ、ビーグルだったら、まあ、アートっていう、まあ、自分の居場所みたいなもの、まあ、まあ、ベリチコの場合はちょっと違いますけれども、まあ、なんか自分の居場所というか、かそういうものを、うん、まあ、それが人口とは言わないんですけれども、つまりその、うん、もうまとめ、あの長いからまとめさせてもらうと、あの要するにその人口と自然っていうことと、その要するに人口っていうものと、はその所有とも置き換えられるんじゃないかと、はい、そういうふうに考えてますか、はい、ということですか。あ、そうです。あ、まあ、考え、なんか逆にそういう視線をいただいてありがとうございますって感じで、あんまりそういう所有っていうよりはどちらかというと、まあ、自分のこのお風呂の中が自分の視線が外に向かっていってるんだみたいなことを僕の場合は、まあ、すごくプライベートな行為なので、あ、まあ、そういうプライベートな行為のすごく、まあ、公共な場の中でねじ込むというか、ずらすというか、なんかすごくそういう風に見えたのでっていうことなんですね。まあ、そこまで ねじ込んでる感じかな。まあでもこう、なんだろう、プライベートと、プライベートな行為をこう公共の場でやるっていうのはやっぱり意識はしますけど、ね、そのちなみに都市でやるときと、まあ、あのここでキャズの場合はあの都市で人がいないところだったから、あの山でやるときの一番の違いはパンツ履いてるかどうか。まあ、そのヤーギーズの活動そのものの中、その自分、あ、宮城さんのやってる表現の、まあ、延長のようにすごく見えてるので、そういう都市の中でのアートのあり方であるとか、まあ、自分の居場所の持ち方っていうのを、まあ、活動として、まあ、実践してるのかなっていうふうにちょっと思ったというか、はい、まあ、そういう部分がポイントかと思います。なんとなくこうサバイブしていくっていうか、生存するためには、うんうん、ね、どうしていくかっていう時に、うん、まあ、お風呂であったりそのヤーギーっていう場所があるのかなと思います。ただ多分ね、僕が思ってちょっと多分これは違うだろうなって、まあ、書く時も思ったんだけど、そこにそのいわゆる左翼的な視線、うん、さっき所有っていうところがすごく引っかかったの、うん、だからそれってその要するに都会の人間の見方だけど、多分群馬の実感としてちょっと違うかなって、もうちょっと全近代的なコミュニティっていうものの方がなんとなくノリとしては近いかな。変な、僕も共産化とか、あ、まあ、そういうのではないんだけどね、そのどうしてもそのなんかこう、もう現代だからいろんなその哲学の議論が出た後でそれを見てしまうと、あのちょっと違う感じあるかなって、あのちょっと前にマイナーの映画でコツナギっていう映画があって、コツナギ入れ焼騒動っていう、実はあの岩手の山の中での騒動があって、これをあの記録した映画があるんですよ。でそれはなぜかというと、その財布系の人、その当時もそういう運動が盛んだった人たちが、まあ、資本家対地主対小作人みたいな対立関係だと思って行って撮ったら全然違ったっていう、うん、それはだからそのやっぱりそのなんだろう、頭の中で考えていることとそのそこの地に行って生活しながらやることの違いってのがあるのかなと思って、まあ、逆にそこの中からこういう表現が出てくるっていうことは僕はすごい面白いっていうふうに思ってるというか、あのだから逆に言うとそのあえてリサーチしたんじゃないって、この僕のカタログの冒頭で、あの自分が住んでたからこのあの
たまたま群馬なんですっていう、だからそれは言ったら勉強してませんっていう宣言してると実は同じことなんだけど、学園としてはリサーチするべきなんだけど、でもそのリサーチは絶対わからないことがあるんです。だからここは僕はあの大阪市の学園としてやる必要はないところなので、リサーチではなくて僕の生活実感としてこういうことじゃないのかっていうことからこの2人にお願いするっていう流れが、まあ実際に3人って考えてたわけですけども、いう部分があります。でちょっとそのイベントだとそのアーティストランとかそういうことでいくと、逆にその笹岡さんどう思ったのかなっていう、こう今日どう思ったか、うん、あの、分かんないんですけど、もちろんそのキャズがキャズを僕が作ろうと思った時代と、うん、その今、いろんな若い作家たちが、自分のこの自分のその生活に根ざしたところで、うん、アートスペースを作っていこうっていうところと、まあ、微妙に違うんだろうなっていうところがあるんですよね。で例えばキャズができても来年20年を思うんですけど、まあ、20年前ってやっぱりほとんどうちみたいな活動してるところはなくて、どっちかって東京のスタジオ食堂と大阪のキャズみたいな感じで働いてるのが、当時は多くて、でそのまあ10年ほど前に、横浜の財務で、まあ、あちこちの、アーティストランというか、アーティストがやってるスペースを、うん、集めた、まあ、なんか日本一というか、 なんかあの発表会みたいなのですね。その時に200ぐらい参加してて、うん、うちも参加、大阪だけだったキャズだけじゃなかったですね。中国キャズブレーカーも出てなかった、多分ブレーカープロジェクトも頑張った、200ぐらいあったんですよ。こんなにあるんだと思って、で随分時代が変わったんだなと思いながらも、そのうちとしてはそのじゃあ他の、 その、スペースとどういう交流があったかまでほとんどなくて、それこそ三井さんが紹介してくれたプラスギャラリーとはもう、もうすでに、やった、プラスギャラリーをうちでやったと。プラスの、財務でもプラス で参加している作家がキャズムの展示に財務で出してるみたいなあの妙なあのことが起きてるんだっていうのなんですけど、ただそれ一つあるのはさっきちょっと話したコンセプトスペースとかなかなかその顕在化しなかったっていう部分はあるのかなっていう、うんうん、その地方美術運動としてはまあ言ったら終わってしまって、もうほとんど残ってないわけですよね。あの活動体として残ってるのは1個だけ、茨城のおそぐも残ってるのかしらっていうところが残ってるっていうのがあったんですけれども、あの名前として言うのは九州派だけど別に九州派という活動体があるわけじゃないから、だからその後にちょっとしばらくこう なんてこうこう凪の時代みたいなのがあって、でその時に逆に言ったそういうあの福田さんとかそういうかあの白川さんとかがそういう活動してたっていうのはなかなか逆に言うと全国的に取り上げられにくかったって、うん、それがその NPO とかそういう動きが出てきた中で逆にそのまたそれが顕在化してくるっていう動きはあったのかなって気がしますけどね。うん、まあ、白川さんとか認識ないんですけど、うん、まあ、彼とは割と僕らと似たような世代じゃないですか、うん、で僕らと結構上ですよ48年生まれたからで、うん、まあ、もうちょっと上の世代、上の世代ってあることはあるんですよね。例えばなんか、東京のパレルゴンだとかね。で、ラッカのパレルゴン、うん。で、ちょっとその、まあまあ、さっきの採掘的なって話でもないんですけれども、うん、あるのその社会に対するそのアートの役割みたいなところっていう、ところで、そのまあ、スペースなり活動なりみたいな立ち上げたような作家たちっていうのがいて、まあ、そういうところと、まあ、僕らも全くコミットしなかったみたいなんですけれども、まあ、そういう人の、まあ、第一世代みたいなのがあるとするならば、僕らはちょっと、まあ、第二世代的なところで、そのもうちょっと、まあ、個人的な理由というか個人的な発言というか、その
とりあえずなんかバブルっていうを経験して、うん、例えばコマーシャルギャラリーだとか美術館だとかってお願いするっていうのを経験してきて、でその中で一応なんか総額を作家としてのゴールとしてなんかあったんですよね、昔はね、景気の時代は。そこでまあ作品もそれなりに出てる、自分 の, そのアーティストとか一つの場所、ポジションが出てできてくるんじゃないかと。バリューでエスタブリッシュ。ところがまあ結局それはまあそのバブル崩壊という幻想でしかなく、でしかもまあその頃からまあ徐々に、まあ、なんとかこうアーティスト・レジデンスっていう考え方が、まあ、その出てきて、まあ、僕らヨーロッパで発表したりしたするってことを経験すると、随分なんか日本で僕らの展示発表していることと向こうで行われていることっていうことのまあなんか違いというか、同じのアートっていう言葉を使いながらも同じようなこと同じことやってんだろうかというような、まあそのまあそれは僕の個人的なことなんですけども、まあそういうふうなことを思って、単に作品を作る見せるっていうことだけじゃなくて、その作る見せるその場のあり方みたいなものっていうものを、まあ、もう一度考えないと、結局は自分が作品作ってそれが売れようが認められようがしょうがないんじゃないかっていうふうに思ったがゆえに、まあ、ここを作ったっていうことなんですけれども、だまあそれに対して多分今のもっと若い作家たちが作っているのはもっと切実なところとかしいですけど、もっと自分の生活感っていうか、その作品を作って生きていくことに対してもっと、ね、まあ、根付いてっていうのがおかしいですけれども、そういうその作品売れる売れないとかというよりは、いかに、まあ、居心地よく自分たちがそのアートを考えることと生活していくことっていうのをもっとそのマッチフィットさせることができるのかなっていうようなところで、そのスペースを作ってる人たちが多いのかなっていうのを思ってます。なんか自分が思っ、まあ、上げの始めの時に考えたのは、そんなアートでなんか売れるとか、なんかアートで生活するっていうか、うん、でもまあなんかそれは無理だから、まあ、生活でアートができないかなみたいなのは思って、やっぱりこうなんか作品をアートをしようと思って、すごい生活との敷居がすごい高くて、それをなんとか縮めたいなっていう思いがすごい強くて、まあ、お風呂の作品とかもそういう発の生活だからさ、で、まあ、そのなんとかその生活とアートの距離を縮めるためにっていうんで、やっぱりイラーニーズっていうのを作ったことがあるんです。例えばこのスペースなんかでも、ここもセルフビルドなんですよ。僕らの自分が自分で作る型が出てる塗って作ったスペースなんだけども、例えばこういうプレゼンテーション、建物そのものは元から、うん、でもこういうプレゼンテーションでそのプロセスを多分見せようっていうふうには僕らはならない。でもこうやって見せるっていうこと自体が、まあ、一つの意味があるってことがすごくよくわかるし、まあ、いいなとは思うんですけど、本当に大変だったんですよっていうのなんか言いたくなりますよね。見るから大変そうだったからね。僕らも大変です。1年ぐらい僕の方が大変ですよって言いたくなりますよね。3階までこんなに良くなりました。平屋だっていう部分はね。だけど一人だからね、本当に一人ではつらい。でも僕もその一人 の, ものであるっていうのをものすごくこう評価をしていて、で、なんだろう、そのコミュニティなんだけど変に巻き込まないっていうのかな、そうか、うん、正確なので、ゲットオーカーもゲットオーカーもそんなしてない感じですね。どうしてもその、そうですね、まあまあ、ね、そういうとこ行くとやっぱそこの仲間だけで、こう仲間の中の正しさだけが正しいとか、仲間の中のでいい作家がいい作家で、まあ、いろんなとこ行くと、例えばやっぱり言われるわけですよ、お前とかあんな作家やっててダメなんじゃねえみたいな。それは作家としてその人は実はどんな理屈をつけても、こう根本のところは作家、自分が作家でその他この作家嫌いだっていう以上のものがないんですね。だからもう全く議論しても無駄だっていうことにあると気がついて、それから、まあ、議論しなくなったんだけれども、感情であることにさえ気づいてない、その理屈を並べるのが得意な人ほど理屈を並べてしまって感情で気づかないんだろう。そういうふうな、そのなんだろう、こう入りにくさがないっていうのはちょっとあるかな。でやっぱそれも世代的なものなのかなっていう気もしない、まあ、もちろんその
いろんな条件が、その前橋っていう町自体のそのなんかこう懐の深さ、やっぱり認められなかったりとか、その全く無視されるとどうしてもそのね、つながりを持ちようがないから、その中でこうタコつぶかしていくじゃないですか、まあ、そういうこともなく、でもすごい周りがコミットしてくるわけでもないみたいな、あるから、どうなんですか、それ。まあなんか、思うのは、上の世代の人がやったりとか、やっぱり、めんどくせえよなとか、正直やね。やっぱり、そこな、もうちょっとなんか、ね、大人じゃない、大人っていうか、なんか、柔らかさを持ちたい。なっていうのはなんかこう上の人を肌で感じた世代としては思いますね。まあそのすみません、僕もその上の人で想定されてるその面倒くささが分かってしまうので、僕も面倒くせくしていた方だったけど、そう、まあでも嫌いじゃないですけどね、その面倒くさ、うん、まあ、そうそうそう、もうすぐなんかこだわりっていうか、それはどっちがいいとかどっちが悪いとかじゃなくて。多分そのどっちもそれなりのこう良さがあって、あとその人たちにとってしっくりくるやり方っていうのが世代とかそういうものによって違ってくるっていうことだと思うんですけども、まあただ今回実はそのキャズってやるときに一番思ったのは、これ一回やる時にははっきり言ったかもしれないけども、同じような人たちと交流してくださいっていうことをやるつもりは全くなかった。だからやっぱ全く違う、まあ、キャズというか笹岡さんが一応トップなわけだから、その笹岡さんとしたら世代も違うし、その立地条件も違うし、でもうちょっとかっちりしてるというかね、その周りにちょっと言ってはいじゃあどうぞみたいな風にはならない場所で、だから例えばこの花とか、そういう もうちょっとそのなんかこう特にそのスタッフが交流して、でその、まあ、やりやすくできるところはあったと思う。例えばもしかしたらキャップがそうだったかもしれないし、アーティストが直接やった方が作家同士分かることっていくらでもあるじゃないですか。だからだけどそこで あえて俺が間に入ってなかなかその直接連絡させないとか、そのやり方をしたのはやっぱり同じところでやってもなんかこうそんなに居心地はいいかもしれないけど得るものないだろうなと思って、わざとちょっと面倒くさくしたっていうところがあって、そういう意味ではちょっと申し訳なかったんだけれども、あえてこのキャズという場だったらもうなるべくそういう、こう違いというかそういうのはこうあった方がいいなと思って、その違いを埋める努力を積極的わざとしなかった。だからちゃんと挨拶しろとかそういうところからメールを送り今日はみんなの見てる前であれこうやってよくまあ、この間のあれもそうだったからなんだけど、パソコンの画面を見せてこうやってこうこのここに入ってかなそこっていうのが僕自身がもう個人的に大嫌い、準備しておこうって、なんかこう緩い感じでいいって思ってる人がそれは全然勘違いでっていつも思ってたから、だからちゃんと表現してこいって言ったりとかこんなことをいや言ったら悪いなと思いながらメール書いてるっていうのを今告発して、この2人にそれを求めてどうすんだっていうのを思いながらだからこそ言ったんだ、求めなかったら多分えらいことになるから、探してる時間が30分でみたいなもちろんその辺は読んでやってますけども、ちょっと今言いたいことがまとまるかどうかなんですけど、ここのところ数回割とこううちでやる展覧会で続くのが、まあ、ホワイトキューブ潰しというか、つまりこう作品なり、ホワイトキューブっていうもの自体が、まあ、どこで成立するのかっていうところの限界を探るみたいな展覧会がずっと多かったんですよ。でそれはそれでもいいんだけど、なんか面倒くさくて、要するにそれを気にするところっていうのは一体どこの部分で気にするのかっていうところだったんですよ。でもちろんいわゆるその数年前から言われているいわゆるそのホワイトキューブが持つ、まあ、権力的な制度云々みたいなことっていうのが、まあ、言われてるんですけども、もともとうちなんか権力ないわけじゃないですか。要するに壁が白いだけの話じゃなくて、壁が白くてニュートラルに見えてそうなところ
をいわゆるこう従来 そのヨーロッパが言われているところのホワイトキューブというふうに解釈するのかどうかというところがそもそも間違いなんじゃねえのっていうのは、まあ、僕は最近思ってるんですけど、だからその中でそのいわゆるその宇宙ホワイトキューブとして捉えるんではなくて、まあ、一つ そのなんかまあ自分たちがやっているその活動の中での一つのなんかこう意義みたいなものをもう紹介する場としての展覧会っていうところでは、なんか すごく真っ当なその今 そのスペースのあり方に対する、まあ、キュレーションなんじゃないか、図らずも三井さんを褒めてしまったんですけど。褒められるよって話しちゃった。大失敗。ごめん、今回ごめん失敗だった。まあまあ、それは置いといて。いや、でも、その、でも言っても、まあ、That's a white cube のケーキがないわけじゃない。パフォーマンス自体がそういう意味で言うと、その、ものに収束する美術館という制度、まあ、ホワイトキューブと合意される美術館という制度に対する一つのアンチテーゼというか、まあ、そういう部分も当然あるわけで、で、逆に言ったら そこにその、まあ、生活空間を持ち込むか、あの、なんだろう、こう もっと強烈なあの非日常を持ち込むか、その要するにホワイトキューブが持ってるそのニュートラルっていう非日常性に対して、多分また見たら その全く逆のベクトルの非日常、まあ、それが日常なのか日常じゃないなんか、さすがに箱入って一生暮らせないと思うから、とかあの背中に絵描いて、まあ、これはかなり日常か、でもあのかなりそういう意味で、まあ、あのパフォーマンス見たら分かると思うけれども、あの印象としてはものすごい強烈なわけですよ。あの背中のやつもあれだけで見てると こうやってかっこいいこうやってるだけなので、実際にもあのなんか漆が背中にくっついてるのっていうようなこうかゆくてあってやってるみたいにも見えるような、こう反響欄になって変えてるような部分とかっていうのがあって、だからそのまあホワイトキューブに対するなんかテーゼアンチテーゼっていうよりは、もうそうそうホワイトキューブっていうものがあってもなくても関係ないっていうようなものを選んだ、まあこれはもうその先にだからその前橋で面白い2人っていうふうに決めちまったらその後付けの理由ではあるんですけれども、ただまあここでやるっていうことを考えた時に、あのそれは面白いだろうなっていう、そのただそのものとしては多分すごく整然とというか静かに展示されるんだけれども、やってること自体は ある意味非常にアクティブというか、あのデンジャラスでアクティブだな、なんか最後の長谷川優子みたいな、ちょっと長谷川優子さんごめんなさい、見てたらみたいな、なんかどうですか、もう終わっていいですか、もう61分ですよ、じゃあスルスル終了、まあ、質問とか内容でしたら、まあいつものことがキャッションですけど、お酒とか用意しますので、また個人的によろしくお願いします。お二人に。